は、こんにちは、こんばんは、はるけです。今回はコスパ最高ベストレブンになります。個人的におすすめができるコスパ選手たちの紹介になってます。今回もですね、ベストレブンということで安くて強い11名ですね、紹介していきたいと思います。じゃあそれでは紹介をしていきます。まずはですね、パス・トゥ・グローリーベンタンクールですね。ベンタンクール値段は7万ぐらいで買うことできます。めちゃくちゃ安くなってますね、いつの間にか。ただ現状でも非常に強い中盤の選手ですね。通用はする選手になっていて、特にバランスがいいという風な選手で、攻守において、走れるし強度も保てるしっていう風な感じですね。でドリブルに関してはですね、身長はね、ちょっと高いんですけれども、そんなに重くはないというか、本当になんかベリンガム感があるっていう風な選手になってますね。またプレイサルプラスを見ても予測とかね、ブルーザとかついてますし、パス面もね、あるので、なかなかね、いい選手にはなってますね。そして続いてフッティーズアダマトラオレですね。アダマ値段はですね、4万5000コインぐらいかなで買うことできますね。この人もね、めっちゃ安いよ。めちゃくちゃ安いのと、あと使って楽しいっていうのはやっぱりありますね。サイドバックでも、空中戦と守備のプレイスタイルは欲しかったけれども、上がらせるサイドバックだったら全然いいし、あとウイングバックもいいし、サイドハーフでもいいかなっていう風な感じ。もうとにかくサイドでアップダウンさせるとか、広がった時にこうサイド突破をさせるっていうのが一番ね、いいと思いますね。結構ね、ドリブルがそんなに、苦手っていう人でもね、楽しめるんじゃないかなっていう、走ってるだけで置いていけるみたいな状況もね、多くねあるんで、なかなかねいい選手。ほんま4万、5000とは思えない、力はね発揮をねしてくれるんじゃないかと思いますね。そして続いてはメイクヤマークチュアメニですね。ちなみに値段は19万コインぐらいかな。この人もめちゃくちゃ安くなってますね。逆足が5という風なことは素晴らしいし、一応センターバックで使ってるっていう人も全然いますよね。ボランチってだけじゃなくって、でサイドバック起用も自分はめちゃくちゃありだと思いますね。ロングパスがプラスであれば良かったかなという風に思うんですけれども、やっぱね守備力この人はすごいですね。今作のこのチュアメニはなかなか強いなっていう風な選手で、空中戦もね、ある程度できるし、であとドリブルに関してもね、だいぶ持ちやすくなったというか、改善をされたチュアメニになっていて、ペースもね速いしっていう風な感じで、本当にね、よく使われているだけの理由はあるなっていう風な選手になってますね。本当ディフェンスライン、もしくはボランチ、本当守備メインのねところで使ってあげるのがいいと思いますね。そして続いてはフッティーズアイコンブランですね。ブラン値段は15万コインぐらいかなで買うことできますね。安すぎひんかと。全然強いけどねっていうのは自分思いますね。ペースもそんな遅いと感じなかったし、ドリブルもめちゃくちゃ重いっていう感じでもないし、で守備力に関しては高いなっていう、やっぱり予測のプラスがね、あるっていう風なことで、貫通はあまりしない選手になってますね。で、一応インターセプトも白であるしっていう感じで、ただ、そうですね、エアリアルと予測はいいけど、他がブルーザーとかインターセプトプラスの方が良かったなとは思いますけれども、ただ、もうちょっと高かってもいいんちゃうのっていう、30万ぐらいしてもいいんじゃないかっていう風には思いますね。取った後のパス面もある程度出せますし、結構ねコスパかなというふうに思いますね。そして続いてはフッティーズオナバトレですね。バトレ値段は7万コインぐらいで買うことできます。この人は本当に攻撃的なサイドバックですね。上がらせた方が絶対にいい選手になりますね。軽いし速いし結構動かしやすい選手になってますんで、多くの方に合うんじゃないかと。でまたパスもね、ある程度出せるしっていう風な感じで、結構ねおすすめな選手。ただやっぱり守備面ですね、フィジカルがちょっと弱かったりとか、あとは空中戦はやっぱり勝てないので、そこの弱さ、バトレーのちょっと微妙なところも踏まえて使うかどうか決めてもらえたらなという風には思いますね。でそして続いてフッティーズジョレンテですね。こちらも7万コインぐらいで買うことできますね。
まあ万能ですね、この人も非常に素晴らしいです。こんな7万ジョレンテ7万って安すぎんかっていう感じですけれども、まあそれこそベンタンクールとか、まあベリンガムとかそういう風なタイプですかね。この人もちょっとこう身長が大きめ、なんだけれども、特段なんか別に重さを感じないというか、だからこの人はなんか重さっていうよりかはもうなんかスピード、ドリブルの細かさっていうよりかはもうスピードでぐんぐん行くみたいな、そういうタイプですかね。で足もね伸びるし、守備も全然できるし、フィジカルもね普通にねあるしっていう風な感じで、結構ねおすすめな選手になってますね。またプレイサルプラス見てもラピッドとか、あとヨウサシなんかもありがたいのかなと思います。まあ守備のねプレイスタイルが、まあ、あれば守備でもね高クオリティだったかなというふうに思いますけれども、ない割にはね全然やってくれるんで、結構スリーシムの一角としてはコスパな選手かなと思いますね。そして続いては TOTT バルベルデですね。バルベルデ値段は10万コインぐらいかなで買うことできますね。むっちゃ安い、むっちゃ安いで、一応サイドバックで使ってるっていう人もいるかな。まあ空中戦が特に気にならなければサイドバックでもいいかなとは思いますけれども、自分はやっぱり中盤が一番最適解かなと思いますね。この人もねやっぱね中盤の戦車思えないぐらいスピードがね速いですね。結構ね2列目3列目から飛び出していった後のなんか置いていく力っていうのはありますね。でシュートがねうまいですね。使った時によく決めてくれたので、ペナナイとかでも結構決定力は高いなっていう風に感じさせてくれますね。ただまあドリブルが若干重たかったり、まあ、特にこう切り返しとかがね遅かったりするので、それ以外は完璧かなっていう風な感じですね。まあ、逆足号も素晴らしいですね。そして続いてはグレイツオブザゲームアイコンジーコですね。ジーコ値段は13万コインぐらいかなで買うことできますね。むっちゃ安い、もうすんごいねっていう。でジーコがね多分特に安くなってますかね。グレイズオブザゲームアイコンの中で言っても結構値下がってる選手にはなってますね。もう本当にアタッカー中盤の選手としてですね、非常に軽くて速くてっていう風な選手ですね。パスもね上手くて決定力も高いんで、めちゃくちゃねいい選手、本当にまあ多くの方に合うという風な選手ですね。ただまあ若干フィジカルが弱かったりとかするんで、いかにフィジカル勝負に持ち込まないかっていう使い方がいいと思いますね。で3勝の一角ならまだ守備はできる選手になってますし、まあ、全然ありかなっていう風な感じですね。またプレイサルプラステクニカルとか、あとは低価なパスついてたりするんで、まあまあまあそれなりにはいいかなっていう、まあ物足りない感じしますけれども、ジーコのこの能力と強さっていう風なところをまあ若干活かしてくれるようなねプレイサルプラスになってますので、まあ13万は普通に安いですね。でそして続いてグレートオブザゲームヒーローディナターレですね。ディナターレ値段は3万コインぐらいで買うことできます。4万コインぐらいかなで買うことできますかね。めっちゃ安なってる、この人も。この人4万ってやばいなっていうぐらいですね。めっちゃ値下がってるなっていう選手ですね。正直人によってはこの人は十分ちゃうのっていう感じですね。基本的には軽くて、まあだからブトラとかそっちタイプですかね。本当に軽さ細かさでシュートの振りも速くてっていう風な感じですね。シュートの決定力はねやっぱり凄まじいですね。今週とかもついてるんで、結構遠目からの今週も全然決めきってくれるっていう風な選手になってますね。まあプレスアップス3つですけれども、まあチップシュート以外はいいかなと思ったりはしますし、一応白でねラピッドテクニカルクイックステップなんかもあります。で一応シールドもあります。普通にね悪くないっていう風な選手、現環境でも全然活躍ができるアタッカーかなと思いますので、おすすめですね。そして続いてはフッティーズジョアン・フェリックスですね。フェリックス値段は19万コインぐらいかなで買うことできますね。この人も普通に安すぎますけどね。相当安い。まあ55であればとか思いますけれども、非常にドリブル持ちやすくですね、あとスピードもね、ありますし、でシュートもこの人素晴らしい。やっぱり決定力高くなって、フッティーズのカードすごいなと思いますね。でパスも出せるし、
まあフィジカルがもうちょっと上がればっていうところではありますけれども、それ以外は非常に完璧ですね。プレイサルプラス見てもなかなか4つともねいいし、うん、強いなというふうには思いますね。ちょっとこの人も20万以内のレベルの選手ではないですね。そして続いては TOTT ラウタロマルティネスですね。ラウタロ値段は20万コインぐらいかなで買うことできますね。スキル4でもいいよっていう人はラウタロはめちゃくちゃ合うと思いますね。それこそね10日前ぐらいかな、8月の8日ぐらいは100万超えてたんですよね。だからいつの間にかこの人もむちゃくちゃ安くなってると、うん、すっごい値下がりやなっていう風な感じですけれども、その分やっぱりコスパですね。20万のレベルではないかな、この人も。特にやっぱり決定力もね素晴らしいし、あとフィジカルがあるっていうのはいいですね。軽くてフィジカルあるっていう風な選手なんで、意外と負けない力を持ってると。でプレイサルプラス見てもテクニカルもね、うん、ついてるんで、だからこれがあることでスキル4だけれどもなんとかできる瞬間がねあるっていうのも嬉しいポイントですね。で今週あって、でラピッド白あってっていう風な感じなんで、まあチップシュートトリベラここがほんまにいらなかったんで、クイックステップとかあとラピッドプラスとかだったら良かったんですけれども、それでもうん非常に相手にいた時にやっぱ強かったっていう風なところと、本当スキル4でもうん別に構わないっていう人はぜひね買って使ってみてほしいなという風に思いますね。こちらがコスパ最高ベストレブンになります。少しでも参考になれば嬉しいなと思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。